ドリームチェイサーです。今回はこちらビックラ卵の仮面ライダーレベルアップライダー入浴剤と、こちらの妖怪おみくじ入浴剤、そしてこちらのアプリモンスターズのプレートマスコット、こちら3種類一度に入れてみようと思います。はい、お片付けをしていたらかなり前の妖怪落ちの妖怪おみくじ入浴剤出てきました。なかなか中吉しか出なくって、うーんと言ってたんですけれども、今日こそ大吉出てくれるでしょうか。ブシニャンとか久々見たいですね。はい、みくじ入浴剤どんなんだったかな。はい、こんな感じで本当にいい感じに入ってるんですよね。はい、ギリギリっと開けていきます。大丈夫かな。はい、お、あ、これは別に中かけたりしてなさそうですね。はい、開けます。あ、ジバニャンのお顔も無事っぽい。よし、よかった。はい、ここから開けていきます。ここから引っ張るけれども大して開かないんですよね。はい、ピリピリピリと剥がします。うん、マンゴーの香りがそこまで強くもないかな。優しい感じですね。はい、クージーと書かれています。ジバニャのお顔も綺麗に彫られてますね。はい、こんな感じでおみくじの形っぽくなっています。はい、続いてはレベルアップライダー入浴剤いきましょう。これは卵型だったかな。はい、ゲームゲームゲームなので、いい加減他のに出てきてほしいと思っています。はい、エグゼイド出てこないかな。出てきてくれたらいいな。表面には何も絵が描かれていないんですが、とにかくでかい。はい、でっかいです。はい、そしてアプリモンスターズも開けていきます。これはグレープの香りなのであまり喧嘩しないですね、今回は。はい、紫が強い感じのお風呂になりそうです。普通のビックラ卵はね、こんな大きさですからね。卵がいかにでかいかがわかりますね。はい、いい匂いです。はい、今回はお風呂にそのままドボンと入れてしまいたいと思います。はい、では一気に入れていきます。せーの、ドボン。うわー、すごい跳ねた。はい、今回はまあ紫色で決定だとは思うんですが、黄色が混じってどんな感じになっていくのかちょっと楽しみ。今のとこ綺麗な色ですね。はい、このまま綺麗な色であってほしいですね。え、もう出てきたのもある。早くない？悪夢再び。ちょっと待って、ちょっと待って、もうやだ、どんだけ。そして残り2つ全く上がってこない。おお、来た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 。アプリモンスターズは、はい、これやった、ドガッチモンだ。はい、とってもかっこいいドガッチモンが出てきました。嬉しい。これはきっともう子供絶対喜びますね。はいはい、そしてゲーム再び。すごいな、取りつかれてるな、本当にゲームばっかり。すっごこの確率、むしろ他の全く出てこないことがすごいんですけど。はい、ゲームがまたまた出てきました。はい、レベル1から、はい、レベル2になりますね。顔でかいですね。はい、こんな感じになってます。そしてなかなか浮いてこないのは妖怪ウォッチですね。
妖怪ウォッチ、いつになったら出てくるのか、こんなに溶けるの遅いんだったかな。すごくない？ちょっと期間が経つと溶けづらくなるものなんですかね。シュワッと上がってくるでしょうか。中に入ってるプレートはこんなもんなんで、あっという間に上がってくるはずなんですけれども、まだまだ溶けない感じ。ちょっと触ってみましょう。あ、浮いてくるかな。あ、ふわふわしてる。あ、来た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 。いいね、わかってるね。裏返しできました。はい、誰が出てきたか。せーの、じゃじゃん、大吉。嬉しい、これ嬉しい、かわいいし。あー、はい、最後の最後に幸せが来ましたね。大吉のチバニャンが出てきました。これかわいい、嬉しい。はい、これは残念すぎる結果だったんですけれども、もうここまで来ると悔しいので、またゲットしたらやってみようと思います。はい、というわけで今回は3種類のビックル卵を一緒に入れてみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。